フランチャイズ版タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザ・フランチャイズこれ集客はどうやって行ってるんですか、はいえー、メインとなるのがホームページになりますホームページへのビュー数はどうやって集めてるんですかえっと基本的には、S えー、お客さんは SEO 上、えーとえー、検索してそれそれさすげえもったいねえなと思ったうん我々としてはまだちょっとこれ絶対 YouTube だよ YouTube こう you で見せたら、ええ、もうだってこういうなんかさあるじゃんなんかよくわかんないけどさ Facebook とかさ YouTube の広告でさ、うんうん、なんかあの吹き出物とかをさこうなんかビーとかって中から見るみでいなビーで塗ったらものすごい若返るとか,やるやとかいやじゃなくてなんかもうとにかく取りまくるみたいな <laughs> あ,ありますねあるじゃんなんかあの、はい、脂肪がビューとか出てきたとかと思うのあるじゃないですか、はいええ、あれついつい見ちゃうんだよ、ね、見ますはい 燻流ってこぶとかから脂肪をるチャンネル実は運営してたことあるんですけどめちゃくちゃ再生取れるしめちゃくちゃクリニックの集客につながるんですよねあと僕最近見つけたイヤーエステってところもそれで耳垢をとにかく取りまくるみたいなめっちゃ YouTube 流行るんですよ耳垢はそうであれで集客してるんですよでも僕行ってみたんですけどあれもフランチャイズいいと思うんだよねイヤーエステ ぜひただねあれはやっぱり技術レベルが<う>ただあれも医療行為じゃないってことになってるんで<ー>もうできますよイ e エスで僕はこの巻き爪これ見ながらうわ気持ち悪いと思いながら、うん、巻き爪強制チャンネルはめちゃくちゃゃくそう <laughs> もうね TikTok インスタ YouTube ショート、うん、てか YouTube はロングでも全然いいと思いますけどこれひたすら巻き爪を強制するチャンネルみたいな。 そういう発想はなかったですか。はい。いやもうそれだけでめちゃくちゃ集客できると。うん、一応あの YouTube チャンネルはあるんですけども、うんえー、巻き爪の方に対しての知識だとか、えー、っていうところのあの、うん、<YouTube S 2> ひたすら巻き爪っていうの汚い巻き爪をこれにするためのもう動画ですよ。ついつい見ちゃうよね。まだ告知不足マーケティング不足。 勉強不足になりますので、えーまあ、懸念する部分がこちらとしてありますので、えー、今後としては YouTubeTikTok 動画関係も含めて、えーまあ、悩まれている方に告知し,たいしていきたいと思っております。うん、現状はアズル株式会社代表青里博文医学部卒 面頭脳を武器に動画編集案件獲得スクールなど事業を拡大スキル獲得こそが安定と自由の根幹理念を掲げる動画編集キャンプは主要7都市へと展開する動画マーケティング業界の未来を変える青より出てさらなる深みを持つ青を求める現状は検索のみですか<あ>ほとんどホットペッパーとあとリスティング広告を売っております一時顧客獲得にかかってる広告費はいくらですか今はい大体4000円 ぐらい。じゃあ4000円で6万3000円払うお客さん捕まえられるって状態なんですね。はい。それものすごいですね。高い。異様にいろんな余地ありますよこれ。すごい。6年やってるしな。あ、もう最初に始めて6年なんですか。はいは6年間伸び続けてるんですもね下北沢。はい志北沢は一番最高売上で500万を2人で達成してるんですけど、やはりあのちょっとあの。 人が、えー、の入れ替えも含めて、ちょっと僕がメインでやってたので、ちょっと体力的に、えー、ちょっとしんどくなってしまいまして、一、えー、日何人対応するんですか？そういう時って、そうですね、一日15人から18人ぐらい対応するようななるほどね。一件で500万とかいくんだね。そんな広くなくていいもんね。ツーベッドツー、うん、ベッドですもんね。はい。で人件費2人で最大500万ぐらいで、まあ回転率がパン減ったりると。はいはい すごいね。ただそこに付きついては今後500万円の再現は、えー、なかなか難しいと思いますので。もちろん2ベットでだいたい250万円。いやでも全然ポテンシャルあると思いますよ。堀江さんにポテンシャルあるって言われてる。堀江さんからこんなに褒められたらやばいよ。ありがとうございます。はい。それだけで。えでもなんか最初にさあの巻き爪で悩んでる人を救いたいって一言言ったときには。 何い救いたいでよみたいに思う人もいるわけですよ、要はなんか社会貢献とかって、なんかでも本当にそうなんですか、はいえー、自分自身の経験もとにそうですね、もう本当にたくさんの方が悩んでん、えー、もうどこに行っていいか分からないっていう方もたくさんいらっしゃいまして、うん、また医療機関にやはり皆さん行かれるんですけど、医療機関が、えー、爪を切って終わりとかですね、えー、なかなか強制っていうところをしないのででそうなんですよね、えー、あで。 あの、これもう一個聞きたか,かったのは、海外ってどうなんですか巻き爪。はい、海外も。やはりあの巻き爪のお困りになっている方、うちの患者さんでもいらっしゃるんですけども。うん、海外のお客様はですね、ちょっとリピートっていうところが。弱いよ、うん。違う違う、だから、そうじゃなくて、海外展開の話をしてるんです。 えー、海外展開,展開についてはぜひともしていきたいなと世界を見て、えー、やっていきたいなとは思っておりますこれそれ考えたらさ80億人分の10%だから8億人いるんだよ日本人特有とかでもないんですかこのの巻き詰めっていうのは、はい、海外の方も多くの方が来られますのでほら,ら8億人のビジネスすごい,すごいしかもすごいどんどん生まれてくるでも、まあ、はいどっぷりで

FC 業界のストーリーテラーは志願者を主人公にいかなる物語を作り出すのか、うん、でもこれは最初これだけ数字が出るなら併設じゃない方がいいと思うけどねそれで作ってそのオーナーがどっかにそうですねだって結構びっくりですよこれ通常ね下北沢の作ってそれで新宿とか渋谷とか作っていったら下北沢って落ちてく半分ぐらいになったの普通なんですよ市場がなければね そうなってないんだもんね。まあ、史上あるでしょうね。これ、これ、名前は巻き爪補正点なんですかはい。巻き爪補正点。めちゃくちゃストレートです。名前はな、うん。いいね。なんかこれ、もうちょ、もうちょっとなんか、ちょっとひねりはなかったいやいいと思いますよ。これ逆に。全然いいと思いますよ、これで。巻き爪補正点。はい。いいね、なんか。巻き爪ってどんくらい辛いんですかえ、やはり出血される方もいらっしゃいますので、ここが、 かね、困難になる方もいいらっしゃいます、ね、歩けないぐらい痛いで,す、ね、でご自身も悩まれたはい、ね、それで自分でそれでね悩んで作って入らせて経験に基づいてていいですね説得力がありますよねやっぱね、うん、僕も大学受験で苦労したんで塾作ったんでなんかすごいそれだと流行ったんでやっぱいいですよね経験に基づくってありがとうございますこれってそのベッドタウンの方がいいんですかそれともこう オフィスの方がいいんですか感覚なんですけどベッドタウンで人が住んでるか<ー>ところの方がいいかなと思っておりますじゃあなんか新宿あでもどうなんだろう新宿と浦和だとでもあれ浦和の方がいいんですね6か月目とかで見ると確かに完璧といえるプレゼンテーションに納得の表情を見せるトラたち賞賛の声が上がる中迎える最終局面結果は 果たして。えでは時間も参りましたので、えー、最後もう一声お願いしたいと思いますラストステートメントですえ本日はお時間をいただきましてありがとうございました巻き爪補正点は爪で悩まれている方のために、えー、全国に広めないといけないと思っておりますのでどうかご支援のほどよろしくお願いしますはいありがとうございます はい。では、これより、ファイナルジャッジメントタイムです。竹村さん、お願いします。はい。これはまあ、迷わずこれですね。えっと、これは、県庁所在地、うん、以上にできると思いますよ。まあ、あの、何を言えば、最初にやったものが何店舗も作っていくっていうことが、ちょっとしづらいかなとは思うけれども、この段階だったらその夢もあるでしょうし、受け答えも真面目そうで、ちゃんとしてますね。うん。これは、すごいと思います。はい。はい。ありがとうございます。青さん。はい。 これしたいです福岡、福岡、大阪、名古屋、あたり。欲しい。欲しい。絶対、どっぷり手伝うものでこって中で。先にもらっとかないとと思って。ダメですよ。ダメですから。なんか、加盟したいです。はい、じゃあ、福岡、大阪、名古屋、決定です。おめでとうございます。はい。堀さん、ありがとうございます。ちょっと待って、俺も福岡やった。すごい。堀さん、どこがいいですか いや、福岡ね。あ、じゃあ、もう、堀井さんのもんだよ。堀井さんに勝てると思うんだよ。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、東京でお願いします。すごい。すごいすごいね。3連発加減しました。初めてや、これ。すごい。もう、はい。もう、お願いします。はい。すごいね。いや、すごいね。 いや、なんかね、堀江さんが指摘したすべてのなんかこう、懸念事項とかもすべて考えられてたし、はい、うん、ポテンシャル、まだ伸びしろもあるし、ね、普通に広告引っ掛けてこれだからね、これでテンポ増えて知名度上がって YouTube 流れたり、レイモのトレブ流れたらさ、もっと人来るよねだらほじゃさらに展開のも、開そうそうそう、はい、これ多分事業スピードを、えー、っとスピードアップさせた方がいいと思いますね。うんうん と思いました。い,い,やいや、実際、僕に届いてないですから、まず、いいですかはい。要は、この巻き爪補正店ってビジネスモデルがあるってこと、僕は知らなかったんで、<お>ってことは、誰にも届いてないってことですよ。なるほど、ね、まあ誰もう、要は、だから、たまたま見つけた人が駆け込んでるだけで、うん、だから、要は、僕割とアンテナ立ってる方だと思ってんですよ、ね、自分で。それも。割といろいろ知ってるんですけど、はい、知らなかったんで。なるほどね。うん、だから知らなかったんで、 その全然届いてねえなと思ったんですごい届かせられるとすごい爆発的に増える可能性があるなっていうのはやっぱドクターストレッチの時それを思ったのよ、うん、ほうえ小さい時ですかドクターストレッチがそう僕が刑務所から入っ帰ってきたぐらいのタイミングで、うん、まだストレッチってそんなに知らなかったんですよねそそうそういなあだから体式マッサージとか好きで、はい、ストレッチ系ってやっぱり大事だなと思ってたら、うん、僕が刑務所行ってる間にできてたのよ。<laughs> おー で出てきたら麻布十番に「ドクターストレッチ」って出てき出て,き出て,てすげえこと考えるやついるなと思ったら、うん、その後たまたま社長紹介されてそれに匹敵する。 ポテンシャルあるなとってああそうこれすごいこいやいやだからそうじゃなくて全世界で1万店舗とかそんなやつあ<ら>じゃあ,あの堀江さんもちょっとこの分けてくれる分の一部を堀江さんに納入しますんであのいや僕はだからプラスして <laughs> そのちょっと <laughs>、ええええ、その計算画したいですえ <laughs> できればだからさっきのそのまあ要はこれちゃんとした方がいいんでほう ちゃんとしたらめちゃくちゃスピーディーにあの多分株式上昇とかすぐできると思うしでそのお金を持って海外展開とかバーッてできると思うんで早くやったほうがいいと思いますよ。すごいね、うん、でもなんかちょっとギラギラ感だけ足りないからさ、うん、そういうのが、ね、いやいやこう,こういう社長さんいいんですよこう,うすこういう社長さんがいいんですよ。すごい堀江さんが押すだけじゃなくて加盟しますだけじゃなくて 中に入ってもいいって言ってくれてますけど中に入らせてほしいす,、ね、すごいい,いかがでしょうかぜひあのしかもそのテーマもいいですよね、うん、要は何かこう巻き爪で困ってる人たちは多分すごいいて、うん、その人たちの福音になるわけじゃないですかそれはすごくいいしその,そのためには知られる必要があるんでだからドクターストレッチとかも僕なんでいいかと思ったっていうかっていうとストレッチやっぱりやってた方が 老化防止になるんで、アンチエイジングになるんで、絶対やった方がいいんですよ、ドクターストレッチも。という流れですね。はい。ということでした。はい。じゃあ、ね、完璧でしたけど、林さん。はい。えっと、協力券を差し上げてください。どうぞ。堀江さんと渡した方がいいんじゃないかぐらいのね。い。ですや、おめでとうございます。いや、今度、これからよろしくお願いします。ありがとうございます。すごい。はい。どうぞ。お戻りください。 いやすすごかったです、ね、はい、あの,今日の感想をぜひあの菊池さん、一言いただけますかはい、えー、もう皆様に褒められる、こんなに褒められるビジネスだとは思ってなかったので、えー、僕としても本当に嬉しく思っております。これからもお足で悩まれている方のために、えー、頑張って成長していきたいと思っておりますので、どうかご支援のほどよろしくお願いします。はいいありがとうございました 最後、堀江さん、あの、2本今日出ていただきましたけど、このフランチャイズチャンネルの感想、一言いただけますかいや、なんか、思ったより良かったっす、ね、<は> <laughs> いや、でも、ちょっと思ったの。はあ、FC の、FC の文脈だと、面白そうな人たちに出会えそうだなと思って。おぉ<ー>。そう。要は、絶対それなりに自信があってくるわけじゃないですか。そうですね、ええで。それなりに自信があって、実績があってくるから、うん、割とこう、なんか、 ビジネスピッチとかって、超変なやつとか来るんで、途中寝たりとかしてるんですよ、僕も。そういうのがなくてよかったです。ということで、今後も多分堀江さんは本家には出ていただけなさそうですけど、フランチャイズチャンネルはまたたまには遊びに来てください。はい。ありがとうございます。でも本当にフランチャイズはこういう面白い方がよく出るんで、楽しいですよね。さんんにこな褒められて 嬉しいすよね憧れの人ですもんねみんなのねそんな方にこうしてもらえていや本当おめでとうございましたはいお疲れ様でしたありがとうございました信念を胸に挑んだ戦いはどっぷり手伝う協力確約で終幕堀江の心を見事に射抜き たたちの興味関心を引き出した志願者フランチャイズの猛者たちの協力を得て新たなステージへと進む物語の行方は続報を待て